ずいな、クズ。逃がすかよ。楽しもうぜ、ザラトゥストラ。今度こそ当たりだよな。私も派手な方が好きだけど、あなたはいつもそうやって私たちを見下してるのに、いまだに自分が上だとでも思っているつもりかしら。いいわ、私が試してあげる。追いかけっこを続けましょう。ただし、まがいものだったらただじゃ済まさないからね。お前も毎度ご苦労だな。細かすぎると老けるぜ、マレウス。そう思うなら少しは気を使ってほしいわね。やられた。
今のはこっちの負けね。肉を切らせて骨を断つか、あんまり好きな思考じゃないわね。この国の価値観に毒されちゃったのかしら。どう思う？知るかよ。望まれず、野郎も無傷じゃねえ。今夜中に片付けてやる。分かってるわよ。こんな目に遭わされて黙ってられるものですか。私、泣いてしまいそうよ。耐えられない。ねえベイ、あなたもそうでしょ。こんな痛い思いなんてこの60年してなかったから、どうしていいかわからないわよ。ああ、痛いよな。だがよマレウス、お前は嬉しくならないか。感じさせてもらおうぜ。まだ始まったばかりじゃねえか。そうよねペイ、まさかあの子だとは思わなかったけど。箇所は体の末端、射程は20メートル弱に近いほど威力が上がる典型的な融合型の力任せね。パッと見はあなたに似てるわ。つってもそれだけじゃねえだろう。野郎のエイビヒカイとは一人だけ種子が違う。なんせ本家本元だからな。まあどの道捕まえればはっきりするか。行こうぜ。
なるほど。つまりカドケウス、頭が2つで必要に応じ首から上が切り替わる、そういうからくりだったのですね。すっかり騙されましたが、これで全て説明がつく。問題はどちらが主体なのかですね。あなたはどう思われますか？さて、正直迷うところですね。だがどちらにせよすぐに答えが出るでしょう。見なさい、これが彼らの生遺物。まだ完全に同化はしてないようですが、それも時間の問題でしょうね。わかりますか？はい。同調が進んでいます。予想より早かったですね。もう餌は足りたということでしょうか？まあ、ここは11年前キルヒアイゼン教が倒れた場所でもありますからね。彼女と彼女が集めた魂を上乗せしているのかもしれません。であれば数的な問題はない。これでおそらく一つ目のスワスチカが完成する。殺し役の方は先ほどベイとマレウスが接敵しながら取り逃がしたそうですよ。彼らの性格上素直に言うことを聞くとは思えませんが、こうなると連れ戻した方が良さそうですね。では私が。いえ、ここは私が何とかしましょう。あなたが言っては余計にこじれかねないし。ああ、そんな顔をするものではありませんよ。彼らは優秀な兵士ですが、それゆえに積み上げた年月を誇りに思っているだけです。この60年で副首領閣下を超えたという証を立てるのが何より大事なのでしょう。だから流行る気持ちを抑えられない。まあわからないではありません。何にせよ結構ではないですか。戦いに身を置く者としてその気概は大事です。どの道競い合いはしなければならないのだし、私はそれを全力で行えるよううまく場を整えるのが仕事です。あなたに手伝わせてしまったのは不徳の致すところですが、それもしばらくの辛抱ですから。ここにスワスチカを完成させ、ハイドリヒ教らを呼び戻す。副首領閣下もそのために己の代理を使わしているのでしょうし、ここは静観しておきましょう。術の発動条件が私の予想通りならば、どうせすぐに戦となる。わかりました。でしたらゲーカ、私は事の顛末を見届けてきます。それからこの処理もしておきますので、なるべく自重してください。あなたも本心では暴れたくて仕方がないようです。確かに。ああ、私です。そちらの様子はどうですか？ええ、はい。なるほど、それは頂上でしたら、あとは申し訳ありませんが、シュピーネ、あなたの裁量でベイとマレウスを抑えてください。私からの命令だと。はい、そういうことで構いませんので。いよいよきな臭くなってきたわね。約束するよね？
かすみ。そうだ、ふざけるな！
殺す役と喰らう役が二手に分かれていたということ。サンが殺してあなたが魂を蓄える、結果強くなるのはあくまであなたで、彼女はそのための道具に過ぎない。なるほど、吸血鬼と下僕の関係によく似ている。お見事。実に趣味が悪くて手段を選ばない策に私は感激しているわ。まさか一つの生遺物に複数の使徒をストックするなんて、そんなことが可能だとは思わなかったし、少なくとも私たちには真似できないわね。副狩猟閣下の力にコンプレックスを抱いているベイやマレウスなんかには認めたくなかった事実と言える類でしょう。ということだから藤井君、あとはあなたの好きにしなさい。何？言ったでしょ、この鬼ごっこ一回戦目は私たちの乾杯みたい。勝者のあなたは堂々と景品を受け取ればいい。私は祝福しているのよ。負けず嫌いの年寄りたちがつまらない劣等感にこだわりすぎるのは迷惑だったし、これでようやく真っ当にゲームを始めることができそうだから。実際あなたがまだ弱い時に苛立った誰かが暴発するというのが一番良くない展開だったの。新参者の私以外はみんな副狩猟閣下を病的に恐れていたから。ネズミを捕まえるのに象打ち用のライフルを持ち出しかねない。そういう意味でこの展開は理想的。どうしても弱い時期ができるならさらに分裂させて弱すぎる息にまで落としてしまう。そうしておけばまずこちらのレーダーにかからないから。事実私もベイもマレウスも一度あなたを見逃しているし、怪しいとは思っても確信が持てない。そうして後手を踏んでいるうちに分けたものを一つに戻してそれなりの息に上げてしまう。ほんともう一度言うけど見事な手並みね。私たちの気性を理解した上で手玉に取ってる。正直副狩猟閣下が憎まれるわけがよく分かったわ。だから待てよ、いきなり現れてさっきから何言ってるんだお前。俺全然意味が分からないなんて嘘。もう気づいているんでしょ。ぼっとしてないで携帯かけてみればいいじゃない。景品もきっとあなたが来るのを待っているわよ。涙ぐましいじゃない。いつもあなたが寝ている間にあなたを強くしようと手を汚してくれるなんて。たとえ操り人形だとしてもそうそうできることじゃない。私はあんたの味方だよ。まあ初めて会ったあの時はあなたも無遊病していたみたいだけど、辛い時は頼ってほしいな。それ自体深いところじゃうすうす感づいていたっていう証拠なんじゃないかしら。彼女のことが心配で無意識に眠ったまま後を追ってしまうくらいなんだし、結果時が来るまで隠れ蓑に守られているべきあなたが私たちと接触したのは、まあイレギュラーといえばイレギュラーよね。本来ならあの時怖い目に遭うのは彼女の方だったはず。私は蓮の力になりたいよ。そう考えると多分殺し役はいくらでも替えが利くのね。レイやマレウスがやりすぎて殺しても次の夜には新しい首切り役人が誕生している。あなたはそれを自分が出張ることで未然に防いだ。自己犠牲愛ってやつかしら。今だって若干のダメージを共有しているみたいだし、察するにその直前起きてる時に二人の絆を確認し合うようなイベントでもあったんじゃ。勝手にいなくなるなよ旅人さん。黙れ。言ったでしょ、わからないなんて嘘。認めなさいよ。1+1は2になるの。
それを否定するのはバカのやること。俺はバカでいい。バカが相手じゃ困るわね。あなた、そんなことで戦えるとでも思っているの？まさか私たちが殺人犯の退治に来たとでも思っているんじゃないでしょうね。別に誰が何人殺そうが知ったことじゃないわよ。私たちはね、戦争をしに来たの。そのためにあなたが欲しい。だから乗ってもらうわよ、藤井君。もうあなたにとっての日だまりなんかこの世界のどこにもない。上の意向次第ですぐに開戦となるかはわからないけど、遅かれ早かれあなたと私たちは敵対する。そのために最低限力をつけてもらわないと、いつまで経っても勝負が実装できないじゃない。まずは景品を受け取って2になって、3になって4になって5になって、そうしてくれないと私も困るし。お前の事情なんか知ったことかよ。じゃあここで1のまま死ぬ。何度も言うけど、私以外の年寄りたちはコンプレックスの塊よ。あなたがコンマ1以下でも叩き潰して自分が上だと証明をしたがってる。この先こんな絶好のレベルアップチャンスがそう何回もあるとは思わない方がいい。あなたに甘い生産杯芸家だって、塩を送るのはあと一度くらいが限度でしょうね。それを超えれば私はともかくメイやマレウスが絶対に暴走する。そうなった時、多分標的はあなただけじゃ済まなくなるわよ。彼女も当然その中には含まれていて、この町が地図から消える。黙れって言ってんだろ！それを止めたいなら早く2になってしまえばいい。あなたがそうなることで彼女も普通に戻るだろうし。男の専売特許じゃない。女から奪い取って物にするのは、私たちが種に気づいてしまった以上もう二手に分かれている意味はないし、これから先はあなたが一人でやればいい。彼女のことを思うなら殺し役をさっさと廃業させてあげなさい。それが終わるまでは浮気しちゃダメよ、藤井君。抱きしめるなら私より彼女が先ね。ちょっと焼けるけどそこは譲るわ。だってあの子、あなたが一週間も禁欲なんかしていたせいで暴発しちゃったんだから、追いかけて抱きしめて慰めてあげないと男が廃るってものじゃないの。じゃあ頑張って、かっこいいとこ見せてちょうだい。待て。くそ。くそ。
ないよな。お前何もやってないよな。たまたまここでそんな変なの見つけたから、なんとなくその好奇心で。悪いってんだ。
彼女のことを思い、殺し役をさっさと廃人させてあげなさい。なんだろう、俺が変なやつだから、たまたま近くにいたお前がそんな目に遭ってんだろう。だったらお前は被害者だ。してくれよ。お前が正気になってくれたら俺何でも言うこと聞くから。正直たまにうざいとかうるさいとか思ってたけど、それでもお前には感謝してる。これ以上こんなものは見たくないんだ。すみ、頼むから。
真似してないで霞を離せ。俺の方に移ってこい。そいつは何の関係もないだろう。どうして、なんでいつもそんなこと。どうして、なんでいつもそんなことばかり言うのよ。どうしてレンは私に気を使ってばっかり。嫌だよ、そんなの嬉しくないよ。ねえ、そんなに私空気読めてないのかな。大事なところであんたの邪魔とかしちゃうのかな。私じゃ役に立てないのかな。私にできることはないのかな。私があんたを助けることってできないのかな。ちょっとだけ悔しいよ。何か悩んでるくせに教えてくれない。シロいなくなっちゃったし、レン態度に出さなくてもきっとつらいんだと思ったから、私頑張ろうと思ったんだよ。だからいつもいつも考えてたの。どうしたらレンは喜んでくれるのかな。どうしたらレンは笑ってくれるのかな。どうしたらレンは私を。態度よそよそしいんだもん。冗談でごまかしたって私わかっちゃうんだもん。私をすぐ抜け物にしたり。そんなの嫌だよ。かすみ、シロの時と同じだよ。関係ないって、私に何も教えてくれない。ねえ、どうして。同じだよ。私いつも悔しかった。私はいつも蚊帳の外に置き去りで、シロとレンが羨ましい。俺とあいつは、お前がそんなこと考えるような。それでも羨ましかったの。形なんかどうでもいい。ただ特別なんだってことが羨ましいの、憧れるの。私もそこに入りたかったの。だから頑張って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 。でもどうしていいかわからなくて、わからなくて、わからなくて、わからなくて。だったらせめて私は自分にできることをやりたいって。何か一つ、何でもいいから、私にしかできないことでレンの力になれたらいいなって。ずっとずっと、あんたが入院してから今までずっと、そんなこと考えてたらね。私こんなになっちゃったよ。
私今なら蓮の力になれるよね。お前にこれ以上そんなことをしてほしくないんだよ。力にならずっと前からなってるよ。お前が分かってないだけで俺ずいぶん救われてる。お前がそこにいてくれないと俺は帰ってこれなくなる。だから頼むよ、お前はこっちに来ないでくれ。わがまま言って悪いけど、そうしてくれなきゃ俺はこの先。じゃあはやっぱり蚊帳の外ってことじゃないの。なんかもうバカみたい。ごめんな、本当こんなことになっちまって。許してくれと言えないよな。大丈夫だから心配するな。あとは全部俺が絶対何とかするから。レンのバカ、結局全然分かってないよ。私あんたが一人で無茶するのもうやめてって言ってるのに、どうして譲ってくれないかな。仕方ないだろ、勝負になった。絶対俺戻ってくるから。お前はなんていうか留守守っててくれると助かるな。もう勝手なことばっかり。本当面倒だよねこういうの。だけどそんな蓮だから私は。絶対勝手にいなくならないで。
そして彼と彼女はつがいとなった。喜んでもらえるかな、マルグリット。そして、我が親愛なる獣殿。これより彼は私の代替として機能する。このシャンバラにスワスチカを完成させ、怒りの火を演出する。まあもっとも、いささか前途は多難であるが、これ以上の介入は無粋であろうし、私はおとなしく観客に身をやつそう。差し当たって問題があるとすれば、クリストフだが。素晴らしい。あの男もまたどうして、私の好みに合うか。実に有意義。これで第一のスワスチカが完成し、副資料閣下の穴も埋まりました。準備は概ね整ったと言えるでしょう。ああいや、しかしまだ早いしまだ甘い。あとほんの少しだけ、最低でも形勢を覚えるくらいにはなっていただかないと困るのですが、どうでしょうね、そのあたり。レオンハルトの報告次第になりますが、場合によっては間を置かず、次のスワスチカを起こすことになるやもしれません。となれば、誰を捧げるのが望ましいか。正直私も、そろそろ馬鹿試合には疲れてきているのですがね。このうずき、いずれハイドリヒ教がお戻りになられる。その時、醜態をさらさぬよう気を引き締めて参りましょう。何せ、61年ぶりになるのですから、不手際があって処刑されてはたまりません。主よ、彼らに永遠の安息を与え、絶えざる光もて照らしたまえ。褒め歌を捧げるはシオンにてふさわしく、主への誓願はエルサレムにて果たされん。我が祈りを聞きたまえ、生きとし生けるもの、すべては主に帰せん。彼らに永遠の安息を与え、絶えざる光もて照らしたまえ。今宵はここまで。さあ、忙しくなります。面白くなります。前座はこれで終わりました。楽しみましょう。歌いましょう。踊りましょう。力の限り。ちわくちわく。胸が高鳴る。では一刻も早く、次なる手を打たなければいけませんね。
そしてちゃんと帰ってくるから。お前がいて、先輩がいて、つまらない学校があって、うざい悩みとか不安があって、お前の部屋だよ。体調平気か？お前いきなり倒れたんだぞ。こっそり酒でも飲んでたか？私、倒れたの？ああ、連れて帰るのに苦労した。そうなんだ。ごめん。気にするな。脱がして着替えさせたの俺だから、そこら辺どう言い訳しようか考えてただけ。バカ、見たな。悪い、でも雨降ってたから服濡れてたしな。しょうがなかったんだよ、多めに見てくれると助かる。ありがとう。レンなら気にしないよ。そうか。ちょっと恥ずかしいけどね。もう寝ろよ。それでなんだったらお前しばらく学校休め。平気だよ。心配性だな。お前に言われちゃおしまいだ。安心して寝てろ。あとは俺が。利用したければ利用してみろ。こっちもそうするつもりだからな。